こちらはヘレスデラフロンテーラサーキットです。週末にかけて伝統あるスペイングランプリが開催されます。前置きは省きましょう。すでにフリー走行の第一ラウンドはスタートしており、まもなく最初の選手がコースに出てくるはずです。空は晴れ渡っています。予報ではこの天候は本日のセッションを通して良好だとのことです。グランプリの開始まであとわずか。選手たちは第一コーナーの入りが非常に重要であることを知っています。
は間もなくセレモニーが行われる表彰台に移る予定ですが、その前に MotoGP クラスの最終順位を見てみましょう。この選手は優勝こそ逃したものの、素晴らしいショーを見せてくれました。チームやファンからの祝福に値するレースだったと言えるでしょう。最近では表彰台は非常に貴重なものになっています。 MotoGP にこんなに多くの優れた選手たちが同時に集まったことは過去にありません。本日彼らが出した最高の結果は賞賛に値します。選手権のレベルは上がる一方です。結果を出し続けることが良いシーズンにつながるのですね。